はい、4時52分、おはようございます。よいしょよいしょ。さてさて、よしよしよし。で、中は 25.2 度、湿度 77% ですね。よしよし。ちょっとこっちの方に、あと5分ぐらいでもう日の出ですね。さっきちょっとカメラを、場所を変更したんで、その時見たらちょっと雲すんげえ曇ってますね。よし。ここで、
こでやってほしいな。虫がいっぱいいるよ。どうですか、何の国ですか。はい、では日が昇ったということで、よし、来た、よし、よし、ここでいいね、ここでいいね。よし、はい、おいいね、いいね、いいね。はい、日が昇りましたということで、皆様本日もご安全に。はい、5時22分、朝の、陣形ですよ。あ、これ人参前だったのか。ちゃんぽん、ちゃんぽんしようと思います。で、野菜をちょっとこの、なんかもろもろ入ってるやつですね。うん。で、あと、焼きイカ、これちょっと残してましたので、で、これをちょっと投入するということで、どうですかね。よし。で、こんな風景ですよ。今日も暑くなりますよ。よし。よし、おお、くんね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 よ、なくなっちゃうこれ。あのパトロールに来てますからね、蜂がね。これすごい量だね。あ、あ、あ、やべやべ。これスープが。危ねえ。ちょっとなんか書いてるな。
300ml。 300、 ちょっとわからんわ。持ってるね。よし、氷水から今200ぐらい。よし、このスープを、スープ入れ、付属のスープ入れ、なんか野菜についていた、オリジナルソース、これをちょっと入れようかな。やめとくか。やめとく。なんかそれっぽくなっちゃうな。沸騰したので、麺を入れて1分半。とのこと。よし、朝、ちゃんぽんを作っておりますかとご報告いたします、麺2人前ですよ。ね、これ忘れちゃいかないですからね、できました。では、いただきます。どうですか？うわっ、雲が。あ、あれいいね。なかなかいい。うん。先ほどゲジが、ゲジゲジがいたんですけどね。あ、これはうまい。
こっちはこうね。で、洗濯物、 T シャツだけ、 T シャツとかポロシャツだけはちょっと乾かない感じですね。うん、いいかな。あ、さすがだな、これな、西だっけ。味は素晴らしい。うん、うまい。うん、やっぱ、うん、あ、焼きイカ残してよかった。タコも欲しいけどな。うん、ここまで来ました。パーフェクトじゃないですか。はい、お疲れ様です。綺麗なんですよ、なかなか行き届いてる。夜なんか二人組が来てタバコ吸ってライト置いてみたいな。だけこう乾きが甘い これですね。これもだからやっぱでかいからでしょうね、少しね、うん、吊るして下になった方がやっぱりあの水が落ちて、そっちがちょっとあの水が溜まって乾きにくいってですね。あと靴下はやっぱりこれクールマックスね、コミネの、まあまあなかなかいいですよ。これもちょっと乾きが甘い、なかなか渋いですで、ちょっとチーズかけるとします。よし、プレクサスのでかい方持ってきてしまいましたうわー、ちょっと汚いな、これな。ちょっとウエスじゃあれだから、ちょっとあのキッチンペーパーで拭こう。キッチンペーパーで拭くってことです。Thank you.
風で飛んでみる。ちょっとというか虫のところはちょっとキッチンペーパーで。車の軽トラのクラクションだと思うんですよね。なんかブー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 鳴らし続けてる人がなんかいるんで、牛をなんか集めてるのかな、あれで。あ、やっぱそうだよね、あれだね、餌か、餌で集めてんだろうね。あ、ここにいなくなったもんね。みんな降りていったんだな。はい、7時13分ですね。あー、涼しいでしょ。あ、風が。で、ちょっと、朝のこの、日差しがちょっとまだあるんで、ちょっとこれを、閉めて、日陰にしました。あ、なかなかさ、あの島に行きますからね、まずは西之島、20分か、そのぐらいでフェリーで着きます。で、ちょっと名所を巡ってから戻ってくるっていう感じですね。で、フェリーが、9時、30分とかなんかそんなんなんで、もうまだ、1時間半ぐらいちょっと、のんびりここでぼーっとしてます。このぼーっとできるのがいいですね、はい、風景を眺めながらのんびりですね、ちょっと、西之島どの順番で、巡ろうかなというのをちょっと考えてますよ。いや、すごい心地いいわ。もうちょっとしたらね、暑くなっちゃってするんでしょうね。あそこの船は巡視艇かなんかかな、ずっと止まってんだよな。ちょっと考えます。牛が草を食べに近くまでやってきてます。どかですな。旅のプランニングを、しておりますこと、ご報告いたします。食べてますよ、牛さんが。こっち見てます。
てもんね。8時34分、ちょっとのんびり、出発の準備をします。クーラーバッグはもう閉めました。8時46分、気温27度ですね。これからまずは、今日は、西之島に行きますので、まず こちらの、キール港ですね、フェリーターミナルまでのんびり撮ってみます。コントロールするのも結構難しいんじゃないかね。いっぺんにこう見渡せないですもんね。なんかトラック軽トラで牛追いやってるもんな。なるべく糞を踏まないようにね。おカラスすごいな。タヌキがいっぱいいるよ。カラスで。おお。今回は晴れが多いということで、久々にスモークシールドをしました。やっぱこうなんか目の疲れが軽減されますね。眩しさがやっぱり弱まるので、その代わりちょっとトンネルがちょっとこうあれ見えにくいっていうのがちょっと難点ですよね。
こんな安いのか。仕事をせねばならんことになっちゃってしょうがないな。よいしょよいしょ。うわっ、風があるね。ツバメですか。へえ。お、ちょっと見えますな。来ました来ました。島と島だけのあれですね。離島だけを結ぶ、フェリー、ドーデンですね。ここに乗ります。来ました来ました。かっこいいですよ。Thank you.
られますよ。乗ります。別府行きでよろしい。別府行きで。ちょっと待っておいてください。はい。はい。はいはい、バイクは 1200cc、乗船、人とバイク含めて700円でした。約1時間半ですね、はい、なりましたもん報告します。船の右と左に、ありまして、客室が右側はいるんですけど、左側は誰もおらず、もうエアコン効きまくり、最高ですよ、ね。全長 44.7m、 総トン数199トンで、船員4名、乗客最大何名、あんなの反転するね、ちょっと上行った暑いな、ちょっと暑いな、よし、
10時34分、はい、西之島に上陸いたしました。お見合いか、ここでお見合い買おうかな、地酒。で、まずは、後醍醐天皇が、上級老男の時、あれですね、島中市にあった。で、脱出するまで、いらっしゃった、場所ですね、そこをちょっと、もうマークします。御所跡に、来ましたことをご報告いたします。水あるの？あるんだね。これは神社ね。柵がなくなりました。本当、結構コンパクトだね。入っていいのかこれ。本当柵があったんだこれね。ちょっとはばかられるね。ちょっと何畳、一間みたいな感じだねあれね。ちょっと海を眺めておったんですかね。ここはこの木があ、なんか砲台の跡になってるのかな。
あ、これ眺めでいいはずですけどね。ちょっと手入れが、あ、そこがいいんだね。うん、あ、いいね。はあ、なるほど。おお、いい風が、あー涼しい。行くか。よし。はい、10時59分32度ですね。黒木、御所跡、にちょっと立ち寄りました。後醍醐天皇が、ちょっと滞在された、滞在というか、いらっしゃったところですね。もう思いのほかなんか狭いね、あれね。どういう建物だったのかちょっとね、わからないですけど、あのちょっと広さっていうか、本当かな。島が分かれていたというあのちょっと証ですね。うん、運河だから掘ったってことだ。これ国道です。
歩行者用っていう感じですな。ああ、なるほどなるほど。あ、ちょうどなんか船が通ってるやん。うん。これで相当利便性が良くなったわけですな。綺麗ですね。大正4年1915年にこれできた。延長340メートル、幅が 5.5 メートル、で拡幅として昭和39年拡幅して、長さは変わらないけれども幅が、もう倍以上になりました、ね、12メートル。なるほど。もうまたどんどん来る、船来てますよ。ぐるっと回らなくていいですもんね。次は摩天街、摩天街。で、ちょっとこれ、画面を昼夜逆転にしちゃうんですよ。そうすると、見やすくなるというか、地図色、夜、夜、ポン、よしよし、これこれこれ。
展望所まで200メートルね。確実にします。感じます。草とかも監視は、そうなんだ。監視跡です。国がどういうところだ。建物は半地下式で、窓だけが陸上部に。マジか。確かにすごいね。確かにすごいわ。
国川海岸と私ですよ。なかなかじゃないですか。1時53分33ですね。真貝駅、真貝駅の摩天街ね、摩天街をちょっと、見に来ました。国川海岸の、一部ですね。なかなかですね、これね、でも小さい観光バスもマイクロバス来てて、にぎわってましたね。曇ってて、まだこの、なんですかね、暑さが少し和らいでる方なんですけどね、これが34度とか、すぐ行っちゃいますかね、35度とか。
今日はあれなんですよ、渋り島に泊まってキャンプしてるんですよ。キャンプで、テント立てたままこっちに来たんですよ。で、またね、道内線でまた戻る。あ、夕方、そうですね。
30度ですね。よし、ちょっとここのなんか、スカイラインという名のついたところに来てみました。まあ、なかなかっちゃなかなかです。おお、でもとにかく腹減っちゃって、ちょっと事前に調べておいた、定食喫茶だと思って聞いたので、ランチ。この道でよかったじゃん。あ、これ、あ、ここじゃねえかよ。なんだよ、そこ出んだ。前は一回通り過ぎるか。やってんのか、ところで。おい。これやってねえだろ、これ。あ、やってないよ、もう。どうしてんじゃん。やっとりませんでした。なんかちょっとあの弁当買って食うっていうのもあるかもしれないですね。なんだよ、また昼飯飯か、昼飯飯か。一時停止です。その先およそ600m で斜め左方向です。都合により営業はお休みしております。どうぞ。ちょっと立ち寄りポイントを飛ばしてきたのに。日陰ない。
ダメだ。ちょっと聞き込みするか。聞き込み。伝説のイカ、イカの泳ぐ。12時56分35度。あー、もう全然店がやってなくて、でフェリーターミナルですね、ちょっと行ったら、もうあの中に実はあったんですよ、食堂が。でも終わってました。で元々第2候補にしていた、ちょっと5キロ離れたところにちょっと行きます。ちょっと手前の、観光スポットも飛ばして ここでもいいんだけどな、食うとこ涼しいとこ食いてるからな。いやは全部こっちで買おうと思うんじゃない。
命を守る行動ですよ。行く。うまい。キーマクド。はい、帰る。
かっこいい。両道線ではならない離島だけを結ぶ、フェリー、ローデンですね。これ乗ります。はい、10時3時命を守ることですよ。